ゆいちゃん聞いたよ。ついに結婚式を挙げるんだってね。夫がとても嬉しそうに話していたわ。ようやくいろいろと落ち着いて貯金も貯まったんです。なのでもしよかったら結婚式準備のことを教えてください。もうすでに料理や内装とか決めることが多くて大変で。ごめんねゆいちゃん、義理の兄嫁として助けてあげたい気持ちあるんだけど、私からのアドバイスは参考にならないんじゃないかな。貧乏夫婦には1000万なんてお金は出せないよね。え、知ってると思うけど、うちは夫のレンが会社を経営してるからさ、そのおかげで結婚式は贅沢にお金を使わせてもらったの。トークだけで300万くらい使っちゃったし。でもこんなお金ゆうちゃんたち貧乏夫婦には出せないよね。さっきから貧乏夫婦って何ですか？どうしてそんな呼び方をするんですか？もしかして気分を悪くしちゃったかしら。でも事実を言ってるだけだし、私は悪いことしてないわよね。うちの夫と違って弟このヤマト君は底辺の無職なんだもの。はい？それにしてもゆうちゃんもすごいよね。まさか無職の人と結婚を決めるなんて。底辺ってそんな言い方をやめてください。ヤマトは好きで無職になったわけじゃありません。チカさんだってそれくらい知ってますよね。はいはい、うつ病ってやつでしょ。あのメンタルの弱い人がなる病気。はい、兄のレンは最強メンタルで会社経営してるのに、弟のヤマト君は最弱メンタルで無職って。兄弟なのに全然似てないよね。そんな風に言わないでください。ヤマトはただ真面目すぎただけです。そのせいで前職でうつ病になっちゃって、それで今は働きたくても働けないんです。どんな理由でも無職は無職、つまり底辺よ。っていうか男のくせにうつ病ってダサすぎよね。夫から聞いてるけど、成果的には全部ゆいちゃんが出してるんでしょ。まさに芋状態。彼のことをバカにしないでください。これ以上何か言うなら私は許しませんよ。こわー、そっちからアドバイスしてくれって言ってきたくせに何その態度。超生意気なんですけど。もういいです。チカさんからのアドバイスなんて結構です。あなたにどれだけバカにされようと、私たちは幸せな結婚するだけ。私たちらしい結婚しますから。どうせ結婚式なんて100万程度の格安プランのくせに、貧乏夫婦らしい質素の結婚式頑張って。義理の兄嫁として結婚式を楽しみにしているわね。ゆいちゃん、結婚式のことなんだけど、何でも俺に相談してね。なんなら俺たちの結婚式に使った花屋も紹介するよ。とてもリーズナブルでセンスもいいんだよね。ありがとうございます。でもお気持ちだけいただいておきますね。私たちは予算も限られていますし、総価に300万も出せませんので。え、花に300万？チカさんから聞きました。とても豪華な結婚式を挙げたそうですね。でも私たちにはレンさんたちほどの予算はありませんので。ああ、それなら大丈夫。チカの言ってることなんて気にしなくていいからね。俺たち結婚式の花代に300万も使ってないから。そうなんですか？チカが言っていた金額は全部無視してくれないかな。実はチカには嘘の挙式費用を伝えているんだよね。え、恥ずかしい話なんだけど、結婚式の時にかなり揉めて、社長夫人になるんだから豪華な式じゃないと嫌ってうるさくて、そのくせ自分では一切費用は出せないって言うんだよね。だから業者に頼んでかさ増しした見積もり書を作ってもらったんだ。でそれを地下に見せて納得させたってわけ。そうだったんですか？だから地下は1000万の式を挙げたと思ってるけど、実のところその半分も使ってないんだよね。チカはそんなことに全然気づかないし、そもそも物の価値も相場も何も分かってないんだよ。ただ贅沢にお金をかけたって事実が欲しいだけ。そんなダサい見栄っ張りに1000万も使ってられないって。リンさんって意外と作詞ですね。これでも一応会社経営ができるくらいには賢いつもりだからね。というわけだから羽屋さんも気にしないで。本当のところ30万くらいしか使ってないし。え、そんなに費用を抑えられたんですか？知り合いの羽屋さんだから俺のコネ価格っていうのもあるけどね。だからゆいちゃんさえよければ紹介するよ。デザインとか雰囲気とかすごくゆいちゃんも好きだと思うんだ。すごく嬉しいです。それじゃあお言葉に甘えてご紹介いただいてもいいですか？もちろんだよ。弟のヤマトを支えてくれたゆいちゃんには本当に感謝しているんだ。
だからそのお礼だと思って存分に甘えてくれ。そんなお礼だなんて。俺さ、まさか自分の弟がうつ病になるなんて思わなかったんだ。だから実の家族でもどうしたらいいのかわからなくて。でもゆいちゃんはずっと弟をそばにいて支えてくれただろう。今ヤマトが楽しく過ごせているのも君のおかげだと思ってる。そんなゆいちゃんのためなら義理の兄として何でも協力するよ。なんだか照れくさいですけど、ありがとうございます。他にも式関連のことは何でも相談に乗るからね。それじゃ後で花屋の連絡先を教えるから、俺の方から先に話しつけておくよ。ありがとうございます。とても助かります。ゆいちゃん、おはよう。朝早くにごめんね。今日の結婚式のことでお話があるの。おはようございます。どうされましたか？今日の結婚式なんだけどね、私たち兄夫婦は欠席させてもらうね。え、欠席ですか？もしかしてお二人とも体調不良とかですか？うん、私もあったますごく元気。ただ貧乏夫婦の結婚式に出たくないだけだよ。はい。本来なら兄夫婦として結婚式に出なきゃだよね。でも兄夫婦以前に私たちは会社を経営しているの。夫お姉は年間売上数億以上叩き出している敏腕社長だし、私はそんな夫の隣にふさわしいゴージャスな美人夫人。貧乏夫婦の結婚式なんてそんな私たちにふさわしくないと思うのよね。だから私たちの結婚式には欠席すると、しかも結婚式当日にそんなことを言い出すんですね。今日起きたら限定のブランドバッグが発売されていたのよ。すぐにお店に行かないと売り切れちゃうし、貧乏夫婦の結婚式よりも大事な用事だと思わない？は？義弟夫婦の結婚式よりバッグが優先ってことですか？違う違う、貧乏義弟夫婦の結婚式でしょ。なんですって？なんかいろいろ工夫してるらしいけど、所詮は貧乏結婚式よね。言ってもどうせつまらないし、貧乏人にご祝儀を払うのも私の時間を使うのも全部もったいないよね。というわけで欠席でよろしくね。こんなのって広すぎます。どれだけ私たちのことをバカにしているんですか？バカにしているのは私だけじゃないわよ。夫の蓮も朝早くからいないし、きっと私と同じ考えだと思うの。また朝からゴルフにでも行ったのかしら。はあ、せめて私たちクラスの結婚式なら行ってあげてもよかったんだけど、でも格安結婚式にはそんな価格はないんだよね。というわけで今日はそれぞれ楽しい一日を過ごしましょう。私はショッピングに、そして夫はゴルフに行ってきます。貧乏人に渡すご祝儀なんてもったいないから欠席で。お兄さん来てますよ。え？ゴルフに行ったなんて適当なこと言わないでください。義弟の蓮さんなら朝早くから式場に来ています。業者並みに内装の最終チェックしてくれていますから、本当頼もしい人ですよね。どういうこと？本当に蓮がそっちにいるの？はい、でもちかさんは欠席なんですよね。どうぞ楽しいショッピングをしてきてください。私たちもお祝いしてくれないとはいらないんで、むしろ来なくて結構です。ちょっと待ってよ、どういうこと？なんで夫が貧乏夫婦の結婚式になんて出ているのよ。うちの夫は会社経営をしている社長なのよ。貧乏夫婦の結婚式なんてふさわしくないんだから。ふざけるなこのバカ。大事な弟の結婚式の日にゴルフに行くわけないだろ。社長である前に俺はヤマトのたった一人の兄なんだからな。蓮なの？もしかして蓮なの？今までのやり取りは全部隣で見ていたぞ。一体これはどういうことなんだ？ちか、金や時間がもったいない、限定バッグを買いに行きたい。お前はそれを本気で言ってるのか？待って、これはどういうこと？なんであなたがそっちにいるのよ。今は俺が質問しているんだ。お前は黙って俺の質問に答えるんだ。え？俺は昨日のうちにお前にご祝儀を渡しておいたよな。弟夫婦に渡す50万円が入ったご祝儀袋、お前に預かっておいてくれって確かに渡したよな。まさかそのお金でバッグを買おうとしてはいないだろうな。それはおいおい、はっきり言ったらどうなんだ。お前はこの俺の隣に立つにふさわしい社長夫人なんだろ。それなら堂々と俺の質問に答えてくれよ。何よ、なんでそんなに怒るのよ。貧乏夫婦のしょっぱい結婚式を欠席して何が悪いのよ。
俺の大事な弟夫婦の結婚式をしょぼい結婚式だと？だって私たちより格安でしょぼいの本当でしょ？私たちは1000万も結婚式にかけたのよ。でもお金がない義弟夫婦に1000万もかけられないんだから。何言ってるんだお前は。俺たちの結婚式なんて300万程度しか使ってないぞ。それになんだったら弟夫婦は500万もかけてるよ。俺たちの式より豪華で、そして素敵な結婚式なんだからな。私たちの結婚式300万、っていうか、ゆいちゃんたちの式は500万。何よそれ、どういうことよ。あれなあちか、昔お前に見せていたのは嘘の見積もり書だ。はあ、嘘の見積もり書ですって？俺たちの結婚式は300万程度しかかけてない。やたらと大金を使わせようとするのが嫌で嘘の見積もり書を見せたんだ。本当は300万のところをわざと1000万もかかると見せかけた見積もり書をな。はあ、本当はこのことは墓場まで持って行きたかったけど仕方ない。弟夫婦の名誉のために全部打ち明けるよ。ちょっと待ってよ、嘘でしょ。あの結婚式は本当はたったの300万って。300万でも工夫すれば豪勢に見せることもできるんだよ。おかげでお前も今日まで気づきもしなかっただろ。さすが会社経営してるだけあって、俺はセンスも金の使い方も一流だな。ふざけんじゃないわよ。私の一緒に一度の結婚式を、記念すべき社長夫人になる大切な一日を、それをよくも300万ごときの結婚式にしやがったわね。一円も出すね、お前が言える立場かよ。お前の見えっぱりに付き合わされる俺の身にもなってくれ。なんですって？二人で真剣に話し合って1000万もかかるならともかく、地下の場合はただ見栄のためにお金を使いたいだけだろ。だから金を使った気にさせたくてお前に嘘の見積もり書を見せた。長年騙し続けていたことは素直に謝るよ。でも俺は今も昔も悪いことをしたとは思ってないからな。そんな。でもそんな俺と違ってゆいちゃんはすごいよな。鬱になった弟を支え続けてくれた上に、自分たちを見守ってくれた人たちに感謝を伝えたいからってコツコツ貯金して素敵な結婚式を行うんだ。自分の身よりも招待客のことを第一に考えた素敵な式だ。一円も出そうとせずに見えっぱりなだけのお前とは運命の差だよ。なんであんな子を褒めるのよ。私の方が綺麗でいい女でしょ。なのになんでハズレ次男を選ぶような子を褒めるのよ。ちか、もうお前には呆れて何も言葉が出ない。最後の贈り物として限定バッグでも何でも好きなものを買ってこい。そして今夜は二人で今後のことについて話し合おう。離婚届を用意して待ってるから。離婚届ですって？俺の大事な弟の結婚式をドタキャンなんてありえない。そして病気に苦しんできた弟のこと、そんな弟を支えてくれたゆいちゃんをバカにしたことは許さない。言葉には責任が伴うんだ。俺が帰るまでに覚悟を決めておけよ。そんな、待ってよ、離婚なんて私は嫌だからね。そこまで言うなら結婚式では出てあげればよ。それでいいんでしょ？だから離婚はしないから。誰がお前なんかを式場に入れるか。来てもつまみ出してやるからな。なんですって？買い物に行かないなら家でおとなしくしてろ。すぐに出て行けるように荷物をまとめているんだな。よしよ、ゆいちゃん、私本当にねえから離婚を言い渡されてしまったわ。しかもね、私には慰謝料も財産分与もないって。何を言ってもお前にはもったいない。で、お金を渡してくれないの？もったいないから仕方ないですね。チカさんが私たちのご祝儀を出し渋ったのと一緒ですよ。え？社長の姉さんも頑張って築き上げた資産ですからね。そんな努力の結晶のお金をチカさんに渡すなんてもったいないですよね。なんでそんなひどいことを言うのよ。もったいないって、私にはそんな価値もないって言うの？はい、私たちの結婚式には行く価値がないと言ったように、チカさんには財産をもらう価値もないと思います。なんでそんな冷たいことを言うのよ。私たちは嫁同士でしょ。仲間なのにひどいよ、ゆいちゃん。仲間？姉さんから聞いていますが、昨日のうちに離婚されたんですよね。ならもうチカさんはお嫁さんじゃありません。私と仲間面しないでください。ではこれで失礼します。待って、ゆいちゃん、今までひどいこと言ってごめんなさい。心から謝るわ。だからお願い、私は雇って家に置いてくれないかしら。はい。
蓮から聞いたの、ゆうちゃん、ヤマタ君を専業主婦にさせたんだってね。はい、それなりの企業でそれなりの役職で働いていますから、病気のこともありますし、彼には主婦をお願いしたんです。 でも男は普通外でしっかり働くものよね。だから私が住み込みの家政婦として家のことをすれば、そしてヤマタ君には普通の男らしく働きに出てもらいましょう。病気ならなおさら外で頑張る方が健康的だし、そして私も居場所が見つかってお互いウィンウィンよね。ふざけたこと言わないでくれますか。病気なのに無理に働かせるなんてありえません。それにヤマタの手作り料理はその辺のレストランよりも美味しいんです。今まで散財しかしてこなかったような人が家にいても邪魔なだけです。そんな基本的に家事はすべて外注、チカさんは寝る、食べる、買い物するしかしてないと聞いています。失礼ね。ジムで運動もしているわ。私は彼の妻として美と健康の維持を頑張っていたのよ。それは素敵なことですけど、私はそんなもの求めていません。あなたの美と健康なんて私には何の価値もないんですよ。え？だけどヤマタは家のことばかりだけじゃなく、週2でパートにも出ています。自分なりに病気と向かい合って努力もしています。その上掃除も料理も丁寧にやってくれているんですよ。なんだったら節約上手で、先月の食費なんてたったの2万円ですよ。嘘でしょ、完璧すぎる主婦力じゃない。そんな彼がいるから私は仕事を頑張れるんです。でもあなたが家にいたところで何の価値があるんでしょう。住まわせてあげる居住スペースも食費も光熱費も何もかもあなたにはもったいないと感じてしまいます。そこまで言わなくても。いいえ、あえて言わせてもらいます。なんなら私にとってはあなたとのこのやりとりの時間が人生で一番もったいない時間です。え？それが理解できたら二度と連絡をしてこないでくださいね。それっきりチカさんから連絡が来ることはありません。噂ではチカさんはその後ご実家に戻ったようですが、そこには妹さん夫婦も同居していたんだとか。チカさんは妹さん夫婦にも今まで散々お金持ち自慢をしていたようで、出戻りのチカさんには居場所が全くないようです。そしてご実家からは生活費として月5万を家に入れるようにと言われているようですが、なぜだかどのパートもすぐにクビになってしまうんだとか。そのため月5万を稼ぐために毎日必死に自販機の下を覗いたり、日雇いのバイトを頑張っているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また、他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。